ようこそ皆さん。あの、お話って？そう、結論を急がずにごゆるりと。言うのは先を急ぐ身だ。手短に済ませてもらいたい。失敬。久方ぶりに客人を迎えたので、つい。ユーナ殿、こちらへ。なんや、BGM 消えた。うおー、うわー、かわいい。なになになに、これ、宇宙。リュックが喜んでる。綺麗な。これはプラネタリウムか。異界を漂う死者の思念から再現した貴重なスフィア。うおー、え、ザナルカンドや。ちゃうっけ。ザナルカンド。ほら。そう、ザナルカンド。およそ1000年前の姿です。いや、すごいね、やっぱり。繁栄を極めた機械仕掛けの町、ザナルカンド。彼女はここで暮らしました。彼女？誰のことや。意味深？誰彼女って。ティーダのお母さん？そんなわけないよな。ユーナレスカ様。歴史上初めてシンを倒し、ユーナレスカ様、救ったお方です。言ってたな、なんか。そしてあなたはその名を受け継いでいる。父がつけてくれたそうです。ブラスカ様はあなたに願いを託したのでしょう。ユーナレスカ様のごとく真に立ち向かえと。ユーナレスカのユーナから取ったんや。しかしユーナレスカ様はお一人で世界を救ったのではありません。無敵の真を倒したのは二つの心を固く結んだ永遠に変わらぬ愛の絆。愛の絆。旦那さんがおったんか。この人。いやー、びっくりした。もう死んじゃってるってこと、この二人。それを見せせられてるのか。ほぼ裸やん、ユーナレスカ様。なんか喋ってる。何してんの。何よ、何喋ってんの。びっくりしてる、ユーナが。何。やっぱなんか怪しいな、足もあるし。どうした？水、一気飲み。どうしたん、どうしたん。わあ、顔真っ赤。あ、告白された。告白したんか、シーモン。おい、結婚を申し込まれました。マジっすか。おい、ユーナの使命を知っているはずだが。もちろん。ユーナ。急に。いや、召喚師の使命はスピラに平和と安定をもたらすこと。やっぱ好きやってんや、お前。しかし、真を倒すことだけが全てではありますまい。真に苦しむ民の心を少しでも晴れやかに。それもまた民を導く者の務め。私はエボンの老師としてユーナ殿に結婚を申し込んだのです。おいおいおい。スピラは劇場ではない。
ひとときの夢で観客を酔わせても現実は変わらん。それでも舞台に立つのが役者の務め。ユーナ照れてたな。必要はありません。どうかじっくり考えてください。そうさせてもらおう。出るぞ。ユーナ殿、良い返事をお待ちしています。攻めるね、シーモア殿。すごいな、肉食系やな。何のためにとどまっているのです。これは失礼。我々グアドは異界の匂いに敏感なもので。あら、死んでんのか。あら匂うな匂うな、うん、異界ったって異界送りの異界やんな。死んでるってことじゃ。なんかいろいろなんか不気味やな。てかユーナに結婚申し込むか。あいつやばいな。やるな、なかなか。よし、じゃあちょっとうろちょろしようか。大召喚士の娘ユーナとグアドの族長シーモア、その二人がエボンの名のもと種族の壁を越えて結婚か。確かにスピラにとって明るい話題になるわね。そうなの。ほんとひとときの夢って感じだよな。っていうかさ、早く旅の続き行かない？冗談きついっすよ。あー、やきもち？やきもち？違うって、シンを倒すのが一番。それ以外は後回しだろ。余計なことに巻き込まれちまったよな。余計なことなのかな。まんざらでもないんか。言うな。私が結婚することでスピラ中の人たちが少しでも明るい気持ちになれたら、そんな風に役に立てた。優しすぎるやろ。それも素敵だなって思うんだ。言うな。こういうことって今まで想像したことなかった。だからよく考えてから返事をしたいの。マジっすか。結婚して旅をやめちゃうのもありだと思うな。リュックの方が可愛いな。でも言うな。旅は続けるよ。シーモア様もきっと分かってくれると思うな。うん、そうだね。私召喚士だもん、うん、シンを倒すって決めたんだから。ブラスカと同じようにな。それなら何を考える必要があるスタって叫びたかった。うん、私異界に行ってくる。異界で父さんに会って考えてみるね。そんなんできんの？気が済むまで考えなさい。そんなんできんの？誰もユーナに聞かなかったのが不思議だった。シーモアのこと好きなのかって、うん、確かに俺も思った。異界に行ってくるとかできんねや。すごいな。こっち異界か。ここ行ったら異界行けんねや。よっしゃ、進むか。おー、みんなおるね。質問っす。異界のことなんだけどさ、誰かが死んだら召喚士が異界送りするんだろ。で、死んじゃった人の魂は異界に行くんだよな、うん、でさ、これから行くのがその異界。俺も思ってた。そこにはユーナの親父さんがいる。要するに死んじゃった人が住んでんのか。なになになに。ああ、また変なこと考えてんだろう。ね、想像か今の。ま、行けばわかるさ。行けばわかるか。異界天国みたいな感じ。アーロン座ってるよ。どうして行かないんだ。異界は気に食わん。はは、怖いんだろう。未来の道を決めるために過去の力を借りる。異界とはそんな場所だ。ショーニアはさっさと行け。本当はさ、死人じゃなくて思い出に会いに行く場所なんだよ。会いたいって思う気持ちに原稿虫が反応するの。でね、原稿虫が人の形になる。要するに幻ってわけ。なるほどね。じゃあジェクトに会えんちゃう。あれ、お前行かないのか。思い出は心の中に。はあ、思い出は優しいから
甘えちゃダメなの。なるほど、かわいいやん。リュックも行かんのか。いってらっしゃい。さっさと行け。わかった、行くわ。なるほどね、みんなは行けんのか。でもあいつら二人なんで行かんのやろ。おお、すごいね、一回こんなさっと行けるもんなんや。おお、うわ、ほんまに、うわ、チャップか、あれなんかすごい場所やな。なんだ、霧？あ、ブラスカ様。何ここ、うわ、やば、空の上？マジで天国みたいな場所やな。魂がさまよってる。うわ、すげえ。初めて来た1階のことより、ユーナの気持ちが気になってた。ユーナの両親って仲良さそうでさ、そんなの見たらユーナの気持ちも結婚する方に傾くかも、とかさ。なるほど。ああ、みんなあれしてんね。よう、チャップ。すぐお前に会いに来るつもりだったけど。すまん、チャップなんや。これからシャキッとすっから勘弁してくれ。ブリッツボールも引退したし、あとはガード一筋だ。お前になんとなく似てるやつが現れたな。そいつと一緒に旅をしてるうちに思った。似てるか。お前もどこかで生きてるんじゃないかってな。でもやっぱりお前は異界の住人なんだよな。はっきり分かったよなあ。そっちはどうだ。なあ、チャップの剣な。さっき話したやつにな、お前の剣をやったんだ。うん、いいよね。あ気まずいよな、ちょっと。ルールは誰と。彼は死んで、私は生きている。ここに来るとよくわかるわね。そろそろ私も人生前向きに考えないとね。うん、な、何前向きって何よってね。チャップのことにこだわらないってことじゃないの。ルールはチャップ好きやったんかな。新しい誰かと付き合うとか。なるほど、そういうのもありね。ワッカと付き合えよ。ワッカと付き合うとか。おお、一緒のこと言った。どうしてワッカが出てくるのよ。だって仲いいだろ。仲がいいのとそういうことは全然別ね。なるほど、そうなの。そう、覚えておきなさい少年。女の子の気持ちを勘違いして恥かかないようにね。なるほど、オッケー、覚えとく。覚えとこう。私も忘れないようにするわ。さよなら、チャップ。いつも不機嫌そうだってあんたは言ってたけど、楽しかったよ、とてもね。うん、いや、FF に出てくる子みんな可愛いな。で、どう決めたよ。そりゃよかった。で、どっち。10年前、父さんがシンを倒した時のこと思い出したのね。私はベベルにいたんだけど、うん、ベベル、街中が大騒ぎだった。みんな笑っていて、とっても楽しそうだった。あれはこれ結婚する。一番の明るい話題だよね。オッケーオッケー、結婚はやめてくれ。あれもこれもなんて欲張っちゃダメだよね。うん、じゃあ戻る。シーモアに返事するんだろ。ティーだ。その前にジェクトさん呼んでみない。おい、マジか。大丈夫、きっと来ないから。思わないようにするのは思うのと同じことなわけで。お、深っ。ほら、来ない。親父は死んだから、ここには来ないってこと。死んだからと死んだから。きっとどこかで会えるんだよ。
でも本当に親父が死んだったら、俺はユーナやスピラの人たちになんて謝れば。確かにな。どうして俺があいつの代わりに謝るんだよ。最低だな、親父。ねえ、どうしてそんなに嫌いなの？いちいち腹が立つんだよな、あいつ。あいつのせいで俺と母さんは。あ、母さん。母さん出てきちゃった。綺麗な人だね。あれ、母さんは異界送りなんてされなかったのに。生きてる時から死を受け入れていたんだよ。なるほど、そういうことか。ひどいなそれ。俺いたのにな。あ、ごめん。いいんだ、ジェクトの嫁やからか。なんか俺分かっちゃった。何？親父が嫌いな理由。何？な、そんで俺ははっきり言ってやったんだ。本当？足りねえだろそうだけど。お母さん、ブラブラブやん。ちょっと待っててね。親父がいると母さんは俺の方を見てくれなかった。だから俺は続婚やん。親父が嫌いになっていったんだろうな。親父がいなくなってからさ、母さんはどんどん元気がなくなって。ティーダ少年、辛いな。あんたには関係ないだろ。あの人に死なれては俺も困るのでな。母さんが死ぬって言うな。悪かった。近所のおばさんが言ってた。つがいの鳥はどっちかが死んでしまうと残った1羽は後を追うように死んでしまうって。本当にそうなった。俺はますます親父を憎んだ。なるほど、そういう覚悟あったんか。でも親父本当は。お母さん、ちょっと待っててね。言ってやれよ、またビースが泣くぞ。あ、優しいやん、ジェクト。やっぱりなんだかんだ好きやん、ティーダのこと。なんか俺めちゃくちゃ格好悪いよな。そんなことないよ。格好悪い。どうだ、もうちょっと考えていくか。ううん、大丈夫。あんた、なんかあったの？好きがゆえの嫌いか。そうしないと生きていかれへんかってんな、ティーダ。何？ジスカル様！ジスカル様！出てきた、こっちに。迷っているようだ。どうして？ユナ、送ってやれ。何か伝えに来たんじゃない？アーロン大丈夫か？ジスカル様。もうジスカル様じゃない。早く送って差し上げなさい。お、何や。何こそれ。話は後だ、ここを出るぞ。アーロン、どうして異界に近づいたら。さっきのどういうことだ。なんでジスカル様が。分かった。ジスカル様ほどのお方が送られずに亡くなるなんて。異界送り。あれ、分かった、押せてなかったわそれでもスピラにとどまった。強い、とても強い思いに縛られていたらそういうこともあるらしいわ。反則だよね、それ。まともな死に方をしなかったということだな。なんか言いたいことあったんかな。よし、戻ってきたね。シーマ老師に返事するに行こうか。
私、シーモア様に会ってきますね。ユーナ、ジスカルのことはグアドの問題だ。お前が気にすることはない。うん。さっきので気持ち変わったりするかな。あのさ、何？ユーナの結婚のことどう思った？旅を続けるならどちらでもよかったわ。それだけ？ユーナがシーモを好きかどうかとかは？人はいろんな理由で結婚するわ。どういう意味？大人。あの結婚にはそういう感情は必要ないってこと。シーンを倒してスピラの人たちを幸せにしたい。明るいニュースでスピラの人たちを幸せにしたい。ユーナにとってはどっちも同じなのよ。確かに。必要なのは自分の覚悟。覚悟があれば感情はなんとかなるでしょう。大人の世界やね。よくわからないっす。そっかそっか。うん、こっち行けばいいかな。あ、入られへん。いやー、一時はどうなることかと思ったよな。ユーナが戻ったら出発する。準備は任せたからな。オッケー。あのね、私だってもしユーナが結婚するんだったら。あ、さっきの続き？そう、ユーナが結婚するなら好きな相手としてほしいわよ。うん、だろ？でもユーナが好きな相手と結婚したいって言い出したら私は反対するわ。なんで？言ってること矛盾してるっすよ。分かってるわよ。なんでの？なんで気になる？どういうことや？まあ、ちょっと、お、宝箱。ちょっとじゃあうろちょろしてし、いきますか。あら、召喚師様はご一緒ではないんですか？ああ、シーモアの家に行ってるんだ。シーモア老師、またはシーモア様ですね。訂正された。気をつけます。はい。それでいいです。あ、シーモア老師は先ほどご出立されましたよ。マジっすか？マカラーニャ寺院へ向かわれたようです。そう、シーモア老師はあの寺院の総監長でもありますから。あ、みんなに教えてやらなくちゃ。もう出てったんや。あ、じゃあ中に入ってもおらんやん。言うな、出てけへんけど。ジスカル様、私にできることありますか？やっぱなんかさっきので心変わりしたんかな。ぽいよな、ちょっと。シーモはマラカニャ寺院へ行ったんだってさ。マカラーニャ寺院だ。そうそう、俺も間違えそう。にしてもよ、いくら老子様でも何も言わないで行くなんてな。こんなに早く返事されるとは思ってなかったんだよ。あ、そうだな、きっと。ユーナ、何かあったのか？いいえ、何も。隠し事が下手だな。本当に何でもないんです。さあ、行きましょう。気になるぞ。よし、じゃあ出ようか。オッケー、グアドサラムから雷平原でマカラーニャの森。あー、来ちゃったよ。どうした、リック？かわいい。雷怖いんか？どうやって進むんだここ。あちこちに飛来塔が立っているわ。うん、雷は飛来塔が受け止めてくれるってわけね。なるほど。飛来塔から離れすぎず近づきすぎず北へ進めだな。何もない広い場所は危険ってことよ。オッケー、そういうことね。
ちょっとだけクアドサラも戻る。かわいい。短い付き合いだったな。ああ、わかったよ。行くよ。頑張ろう。雷平原の進み方、ガンドフ雷平原ではティーダに雷が落ちることがあります。マジかよ。うわ、雷はいつどんな時に落ちるか分かりません。ぼーっと突っ立ってるのが一番危険です。なるほど。速やかに近くの飛来塔に避難しましょう。飛来塔の下では落雷しないので安心です。あー、なるほどね。了解了解。運悪く飛来塔から遠い場所で落雷に襲われたら丸を押して雷を避けることができます。雷が光った瞬間に丸を押してください。成功すると落雷をかわせます。そんな、すごいな。なお丸を連打しながら歩くのは危険ですのでお勧めしません。了解。それでは旅のご無事を。おお、雷を渡るんか。なかなかきついミッションやけど、ちょっと今回はこの辺で動画終わりにしたいと思います。はい、じゃあね、続きは雷平原突破するところから始めていければと思います。ではね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。